今日夕方ごろ、千代田区の国道4号線で男性が車道に飛び出し、トラックと接触する事故が。ほっといてくれよ。ほっといてくれって。ほっとけって言ってんだろ。ほっとけよ。今日夕方ごろ、千代田区の国道4号線で男性が車道に飛び出し、トラックと接触する事故が。おい、立花、いるなら返事しろよ。おい、立花。ヤマトさん、やめましょうよ。もう、いいんだ。ほっといてくれよ。君が妄想を壊したんだ。そして一人の人生を変えてしまったんだ。俺には守れなかったんだ。だけど副リーダーならいいよ。ふん？言ったろ、サキが帰って来られる居場所を作るって。だから俺たちのリーダーはサキ。それは絶対だ。で、たまたまリーダーが不在だから、副リーダーの俺がリーダーの代理を務めてやる。はい、とっても素敵な考えです。俺、少しだけ頑張ってみるよ。ま、サキが帰ってくるまでだけだけどな。張り切りすぎんなよ。張り切りすぎるっち。これからも、よろしくお願いしますね。何がリーダーの代理だよ。うるさい。俺は口だけだ。何も守ることなんてできないんだ。中途半端に頑張ろうとするから。俺はいつだって中途半端なんだよ。だからもういいんだ。今までの暮らしに戻るんだ。自由気ままなニート暮らし。永遠に日曜日だっていいじゃないか。俺には向いてなかったんだ。うるせえよ。は？いいわ、開けなさい。でも本当によろしいのでしょうか。構わないわ。構えよ、そこは。こうなったらベランダから。誰にも会いたくないのに、このまま遠くへ逃げよう。どうせ俺がいなくても誰も悲しまないよ。ミケがご案内にゃ。ごめん、そういう気分じゃないから。どうしたにゃ。いや、別に。元気がないならニャンドリーミンに来たらいいにゃ。今ならオープン記念でニャンとドリンク1杯222円だにゃ。きっと元気になれるにゃ。オープン記念か。興味あるにゃ。あの時俺はどうしたんだっけ。繰り返す今日の違和感に気づいてから。にゃにゃにゃ。そっか、ここに来たんだっけ。そしたら先に捕まったんだった。だけどもう先は
いきなりすみません。ちょっと変なことを聞いてもいいですか？俺にですか？そうです、あなたにです。俺、あなたと会ったことありましたっけ？勘違いだと思います。あれ、違いましたか？ごめんなさい、最近こういうことが多いんです。なんていうか、一時期の記憶が曖昧っていうか、あやふやなことがあるんです。俺が壊したから。おや、どうしてあなたがそんな顔するんですか？それは別に困ってるわけじゃないんです。記憶があやふやだからって、むしろなんだか清々しい気分なんです。実は正直に言うと、少し前まであなたのような若者を見るとイライラしていたんです。秋葉原が変わってしまったって、そんな風に思ってしまっていたんです。俺にとっての秋葉原ってオーディオの街だったんですよ。あなたたち若者が思うようなアニメやアイドルの街ではなかったんです。だからこう、若者の文化っていうか、秋葉原を我が物顔で歩く若者が苦手だったんです。一時期は昔の秋葉原に戻ってほしいって毎日妄想しちゃうくらいだったんですよ。だけどね、最近そんな妄想もしなくなったんです。もう時代は進んでいるんだから、これからは新しい時代を若者が作るべきだって、最近になってようやく気づけたんです。いつの間にか凝り固まったおじさんになっちゃってました。そうですか。なんだか俺一人で勝手に喋っちゃってましたね。いえ、見ず知らずのおじさんの話に付き合ってくれてどうもありがとうございました。俺はあなたみたいな若者を応援してますよ。だから頑張ってくださいね。秋葉原をもっと素敵な街にしてください。誰もが愛するようなそんな街に。それじゃあ失礼しますね。俺がしたことって、ここはリッピョンの妄想に侵食されてたんだよな。ってあいつは確か、おかしいな、あの格好。やっぱりリッピョングッズどこにも売ってないよ。いた、おいおい、ごめんなさい。いいよ。って、あなたは確か、久しぶりだな。こんにちは。ん？どうした？何かあったんですか？だって悲しい顔してるから。悲しいのは俺じゃないよ。どういう意味でしょう？サーナ、メガネ君こそ悲しくないのか？リッピョンのイベントが終わっちゃったんだ。気づいてたんだろ、あのイベントが偽物だってことに。偽物ですか？僕にとっては紛れもなく本物のイベントでした。だからとっても楽しかったんです。だったら余計悲しいだろ。悲しくないって言ったら嘘になります。だけどこれでよかったって思ってるんです。なんでだ？だってリッピョンは救われたから、本当の百瀬リウに戻れたんです。だからもう一度頑張ってほしいんです。だけどいつかこの秋葉原から旅立っちゃうんだろうな。ザップ東京、日本武術館、もしかして埼玉ハイパーアリーナとか、大きなステージで輝くリッピョンを早く見てみたいな。大好きなんだな。でもやっぱり羽ばたいてほしいんですけど、その分距離は遠くなってしまいますよね。でもやっぱり僕は大きく羽ばたいてほしいと思います。だから一歩ずつ階段を登っていってほしいんです。シンデレラストーリーの階段を、無理せずに一歩ずつ、その一歩一歩を僕は応援したいんです。だからこれでよかったんです、僕にとってもリッピョンにとっても。そっか。それじゃあ僕は引き続きリッピョングッズを探しますね。もしまたどこかで会えたら、その時は語り合いましょうね。妄想を壊してよかったのか。ここで初めてカノンが現れたんだっけ？ピンクマントの男を。そんな都市伝説を夢中で追いかけてたな。そして
萌えのメイドの妄想を壊して。あれ、朝日様じゃないっすか。ま、ナナどうしたんすか。そんな浮かない顔しちゃって朝日様らしくないっすよ。でも本当にどうしたんすか。何か嫌なことでもあったんすか。嫌なことか。どうしたっす。うん、なんでもない。元気が出ないときは体を動かすのが一番っすよ。動かす元気があればな。自分だったら秋葉原を走り回るっす。そしたら新しい発見がいっぱいあるっすよ。いろいろなお店や人がいっぱい。秋葉原って本当にワクワクする街っす。だから自分は元気をくれるこの街とこの街の人が大好きっす。まるで妄想みたいな街っすもん。え、妄想みたいな街。そうっすよ。こんなめちゃくちゃな街、どこの国を探したって絶対にないっすもん。だから妄想みたいな街っす。なんだ、そういう意味か。それじゃあ朝日様、自分はそろそろお店に戻るっす。元気出してくださいね。そんな顔朝日様には似合わないっすから。俺だってめちゃくちゃなこの街が大好きだよ。そういえばヤマトのやつ、オタクなの必死に隠そうとしてたっけ。え、漆黒のその先には必ず黎明が待つ。それは新たな始まりの時だ。あまたの傷跡がそれを証明してくれるだろう。決して無駄ではなかったと。終わりが始まりならまた始まりも終わりだ。交差した光と闇、世界を包むのはどちらか。その旅路に暖かな光があらんこと。なんだよそれ、意味わかんねえよ。いつものレディオ会館だな。琴美の時が一番大変だったっけ。結局あいつの妄想を守ってやれなかった。あの時妄想を守るって約束したのにな。朝日様。吉野さん待ってください。そのままで構いません。私の話を少しだけ聞いてください。お嬢様を連れ出していただいて本当にありがとうございました。あれからお嬢様、朝日様たちのお話ばかりをされるようになったのです。ですから私は勝手ながらお嬢様の妄想が壊れてよかったと思っているのです。もちろんお嬢様には言えませんけど。だけどあそこは琴美の大切な場所じゃ。大切な場所ならもう見つけたみたいです。まあ、それでは失礼いたします。お嬢様と一緒に朝日様のお帰りをお待ちしておりますね。なあ、どっちなんだ。妄想って何なんだよ。ここの妄想さえ壊さなければ、俺が壊しさえしなければ、あの人は。朝日君は後悔しているのかな。お姉さん後悔してる。だから立ち止まっちゃった。そういうことなのかな。それはこの町と一緒だね。え、明日を拒み続けてる。前へ進むことを拒み続けてるの。だから朝日くんと一緒だなって。あ、でもね、朝日くんは前に進めるよ。変えられる力を持っているじゃない。力なんてないですよ。大丈夫、きっとまだ間に合うよ。どうして。やっぱりこの町とは似てないかな。だって朝日くんは立ち止まったこの町を歩いてる。だからね、立ち止まった人を救えるんだよ。もしかしてやっと気づいたんだね。そっか、そうだよ。一日を繰り返しているのならあの人はまだ。偉い偉い。お姉さん
ありがとう。行ってらっしゃい、アサヒくん。だからね、アサヒくん、きっとまだ間に合うんだよ。だってあの頃もアサヒくんは助けてくれたじゃない。一人ぼっちだったあの子の目の前の道を照らし出してくれた。お姉ちゃん、僕友達ができたんだ。あの子が前に進めたのは朝日くんがいてくれたからだよ。もう無理だ。妻も娘も帰ってきてはくれない。こうなったもう。おさん、君は。おさん、ダメだ。謝るだって。なんだ。確かに辛いかもしれないけどさ、生きていたらいいことだってあるんだよ。君に何がわかるんだ。わからないよ。わからないけどダメなんだよ。それじゃあ君は私の借金を肩代わりしてくれるのか。それは。だったらもう死ぬしかないんだ。死んじゃダメだ。ダメなんだよ。せめて最後に妻と娘に一目会いたかった。どこにいるんだ。母部恵子、46歳、スーパーのレジ打ち。え、母部さやか、17歳、高校2年生の茶道部です。ヤマト、リッピョン。お茶の水のホテルグランドパレス、そこで二人は待っているわ。本当なのか。会いたいんだったらその目で確かめなさい。ケイコ、さやか、待っててくれ。今行くから。みんなどうして。これで大丈夫よ。きっと奥さんと娘に会って考えを改めるでしょう。探し出すのに苦労したんだぜ。でも探偵さんみたいでした。ホテル代あんたに請求するわね。ああ安心して。明日からは彼に奥さんと娘の居場所を連絡するようにするわ。いくら繰り返しているとはいえ、毎日見投げされたんじゃ気分悪いものね。俺何も考えてなかった。みんなこうして頑張ってくれてたのに、俺はただ現実から目をそらしてただけで。それはリュウたちのセリフですよ。ま、そういうことにしてやるよ。私は違うわ。アサヒちゃん、自分だけを責めないで。さ、お店に行きましょう。アサヒちゃんの復帰祝いよ。俺の復帰。副リーダー復帰のお祝いです。立花が払えよ。たった今から半径50メートル以上離れることを禁ずるわ。ごめん、みんなごめん。リュウは気にしてませんよ。そういうの別にいいから。ふん、聞き飽きたわ。それじゃあ行きましょう。はい。どうしたんですか。ごめんみんな、先に行っててくれ。俺ちょっと俺行ってくる。おい立花。自分勝手な、いつもの朝日ちゃんじゃない。お姉さん。あれ朝日くん。ありがとうございました。ってことは大丈夫だったのかな。はい、だからお礼を言いたくて。そっか、わざわざありがとう。それなら待っててよかったよ。俺のこと待ってたんですか。待ってたってほどじゃないけどね。どうなったのかなって気になってたの。まあきっと朝日くんのことだから大丈夫だって思ってたけど、でも約束をしたわけじゃないのにこうして会うことができた。だからお姉さんは朝日くんが来てくれて嬉しいよ。いえそんな。そういえば前にも言ったよね、明日の約束すらできない世界なんてつまんないよって。
明日の約束。あ、水木からメールか。14時に中央通りのホスマップ本店の横で寝坊しないように早めに寝るんだよって。俺は遠足前夜の小学生か。そっか、この場所水木と待ち合わせしてた場所だ。もしあの時俺がちゃんと約束を守ってたら。どうしたの？ちょっとだけ前のことを思い出しちゃって。何かお悩みのようだね。悩みが尽きないお年頃だね。悩みっていうか、なんていうか。よし、だったら今日はお姉さんが愚痴を聞いてあげちゃおう。ほらほら若者よ、思い切ってお姉さんにぶちまけちゃえ。いや、その、あの、むむむ、もしかして友達と喧嘩でもしちゃったのかな。え、どうしてわかるんですか。お姉さんですから。答えになってないです。それでその友達とはどうして喧嘩しちゃったのかな。どうしてなのかわからないんです。何がわからないかわからないってやつね。もうお姉さん。冗談だよ。だけど冗談じゃないかもしれないね。人の心ってわからないものだから。そうですよね。だからね、お手上げだよ。ちょっとごめんごめん。相手の気持ちをね、分かろうとすることは大切だと思う。でもね、それだけじゃダメだと思うの。じゃあどうすれば。自分の気持ちもね、分かってもらおうとしないと。自分の気持ちを。そう、本当の自分の気持ちを。でもそれはとっても怖いことなの。嫌いな自分も恥ずかしい自分も、そのすべてをさらけ出さないといけないから。相手を丸裸にしたかったら自分から丸裸にならないと。丸裸。もうまた変なこと考えていたでしょう。違います。それに相手は男ですから。男の子同士なら簡単だよ。まずは裸になって。裸になって。分かり合えるまで喧嘩だよ。喧嘩？仲直りじゃなくて。そう、喧嘩だよ。分かり合えないまま仲直りをしても、それはきっと本当の仲直りじゃないの。お互いに裸になって分かり合えるまで全力でぶつかってごらん。それで分かり合うことができたら、きっと一生の友達になれると思うな。そして夕暮れの河川敷でね、やるなお前、お前の方こそ、とかしちゃいなよ。もう何ですかそれ。いいな男の子って。そのまま好きな女の子の話とかしちゃうんだろうな。考えすぎですって。だけどありがとうございます。なんだか少しだけ分かった気がします。少しは役に立てたかな。はい、ならよかった。それじゃあお姉さんはそろそろ帰ってグビッとやろっかな。飲みすぎ注意ですよ。はーい、それじゃあね、朝日くん。俺ぶつかってみるよ。ごめん、お待たせ。遅えぞ。待ちくたびれたわ。おかえりなさい。遅いんち。ごめんな、リンク。許してやらねっち。それじゃあ、乾杯しようかしら。その前に、教えてほしいんです。あの、あけみさん。今日と昨日、自警団はどうしてましたか？なんだよ、急に。二件よ。二件の妄想が侵食し、そしてそれを壊した。ごめんなさい、リュウたち止めることできなくて。ふん、誰かがふぬけてたせいよ。なあ、俺のせいだ。全部俺がいけないんだ。俺が本気でぶつからなかったから。
だから自警団を止めることができなかった。それじゃあ止める？秋葉原自警団を、それとも妄想の侵食を？わかりません。はあ？わからないんだ、どうしたらいいか。俺ずっと考えてた。妄想って何なんだろうって。守るべきものなのか、それとも壊すべきものなのか。ふん、それで？わからなかった。おい、しっかりしろよ。本当にわからないんだよ。妄想が生まれたことで救われた人がいる。だけど妄想が壊れたことで救われた人もいる。だからわかったんだよ。どっちだよ。わからないことがわかったんだよ。俺は今も迷ってる。正しい秋葉原ってなんだ。妄想を頼って幸せになったらいけないのか。それは。だから俺にできることは秋葉原自警団を止めることだけだ。自警団の方法じゃきっと救える人すら救うことができない。だから俺は全力で自警団を止める。よくわからないわ。お前もかよ。だけど自警団を殲滅するのなら協力してあげる。リュウは朝日さんの意見に賛成です。琴美、リッピョン、だけどこれは俺の気持ちだ。みんながどうするかそれはみんなに任せるよ。助けてやるよ。ニートは一人じゃ何もできねえだろ。そうですよ、ニートなんですからニートらしく甘えていいんです。奇跡的に就職できたらその時は出世払いを覚悟しなさい。あ、お前らなんかひどくないか。正しい朝日の扱いっち。でも本気で戦えるのかしら。水木さんのことですね。幼馴染みなんだろ。心配してくれてたんだな。だけどもう大丈夫だよ。今度こそあいつを本気でぶっ飛ばすから。若いっていいわね。それじゃ復帰祝いなんかじゃなくて勝利の祝杯を用意しておくわね。みんな行こう。俺たちが自警団を止めるんだ。ここが自警団のアジトだ。妄想球。なんで早く教えなかったのよ。でも壊れた後でしょうか。ああ、都合のいい隠れ家だよ。じゃあさっさと行こうぜ。な、本当にいいのか。俺のわがままに付き合わせちゃってさ。男に二言はねえよ。私たち女だけど。でも戻る気はこれっぽっちもありませんよ。初めからそのつもりよ。頼りにしてるよみんな。それじゃあ行こうか。おい、誰もいねえぞ。私に怯えて隠れているのね。奥に進めるようになってる。奥ですか。まあ前に来た時は奥は倉庫だからって進めなかったんだ。ってことはこの奥にあいつらがいるのね。だったらさっさと奥へ進もうぜ。どうしたんですかピン君。嫌な予感がするっち。わからないっち。おい、行くぞ。あ、はい、すぐ追いかけます。さ、ピン君、一緒に行きましょう。ち、あんたたち。あれ、みんなどうしたの。どうしてここに。あかり、あおい。なに。そこをどいてくれ。お前らとは戦いたくないんだ。何甘いこと言ってんのよ。ああ、団長の言ってた侵入者ってみんなのこと。ち、もうバレてんのか。侵入者はね、見つけ次第排除だって言われてるよ。言われているの。だからごめんね、せっかく来てくれたのに帰ってもらわなきゃ。ごめんなさい。戦うしかなさそうです。だから初めからそのつもりよ。どうすんだ橘。ごめんな、あかり、
葵、悪いけどそこを通してもらう。おにゃー、みんな強すぎるよ。強すぎるよ。ふん、おとなしく寝てなさい。できれば永遠にね。まあまあ、琴美さん。じゃ、奥に進もうぜ。ごめんな、あかり、葵。来たか。来てあげたのよ。団長、話がある。妄想を壊すな、だろ。分かってんじゃん。諸君らの話すことなど分からないとでも思ったか。俺たちはお前たち自警団を止めに来た。止める？笑わせないでくれ。我々を止めることなど誰にもできはせん。だったら俺は誰でもねえよ。妄想を無理やり壊さないでください。愚問だな。諸君らは言葉で分かり合えるとでも思っているのだろうか。思ってないからここに来たんだよ。跡形も残らず殲滅ね。人様の秘密基地に土足で入り込んでおいて随分と失礼なお嬢さん。人様の世界を壊しておいて随分と失礼なリーゼントね。自警団の正義を俺は見過ごせない。妄想ってそんなに悪いことなのか。愚問に次ぐ愚問だな。言葉で分かり合えぬと認めたのは諸君らだ。ならばすべきことは一つ、互いの理念をぶつけ合おうではないか。ああ、ぶつけてやるよ。秋葉原自警団団長、この私が全力で受けて立つ。なかなかやるじゃないか。だがまだ我々には優秀な副団長がいる。諸君らに副団長が倒せるかも。あんたも寝てなさい、永遠に。容赦ねえな。団長さん、大丈夫でしょうか。ふん、放っておきなさい、そんなやつ。まさしく鬼だっち。この先に水木がいるんだな。立ち止まる暇なんてないわよ。今こそ自警団を壊滅に追い込むんだから。ああ、分かってる。団長さん、絆創膏です。ちー、ピン君、やっぱり嫌な予感が止まらないっち。水木！朝日。自警団、お前を止めに来た。そんなことわざわざ言われなくても分かってるよ。だったら分かってくれ。ここまで来た俺の、俺たちの思いを。それは無理だよ。どうして？僕には分かるよ、朝日がどうするつもりなのか。心の中を、本当の思いを明かして、そして本気でぶつかり合うつもりなんでしょう。ああ、そうだ。俺は誰よりも弱い。すぐ投げ出してすぐ逃げ出しちまう。小さい頃からそうだった。本気で戦ったことなんて一度もなかった。だから今も答えを出せずにいる。妄想を守るべきなのか、壊すべきなのか。だけどこんな俺でもさ、一つだけ分かったことがあるんだ。どうしたらいいのか分からないってことが。そりゃ妄想が壊れたらさ、救われる人だっているよ。だけどさ、妄想が壊れたら傷つく人だっているんだよ。だから俺はお前に妄想を壊してほしくないんだ。誰かが傷つくようなことをお前にしてほしくないんだよ。自分で答えを出せないからって。こんなのかっこ悪いよ。だけどこれが俺だ。ないよ、全然かっこ悪くなんてないよ。むしろかっこいいじゃないか。だから
朝日はずるいんだよ。そうやって自分の思いを素直に伝えられて。イスキ。でもね、誰かの妄想が侵食したせいで、その妄想に気づきもせずに傷つく人だっているんだよ。その人はね、きっとどうして自分が傷ついているのかもわからない。誰に伝えていいかもわからない。誰かに伝えることなんてできない。思いを伝えたくても言葉にできずに傷つく人だっているんだよ。だから僕たちが気づいてあげないといけないんだ。やっぱり朝日にはわからないよね。だからお前は自警団に。分かったように言わないでよ。やっぱり朝日にはわからないんだ。だったらわかるように話してくれよ。だからだよ。自分の思いを伝えられない、弱みを見せられない、そんな人はどうしたらいいの。いくら分かろうとしたって、いくら分かってもらおうとしたって、そんなのは所詮分かったふりでしかないんだよ。違う、そんなことはない。もう終わりにしようよ。来ます。手を出さないでくれ。なんでよ。これは俺とあいつの問題なんだ。好きにしろよ。覚悟はいい？なろ、とっくに決めてきてるよ。それじゃあ行くよ。朝日、ぶつかってこいよ。水木、ぶっ飛ばしてでも止めるからな。どうだ水木、俺の勝ちだ。いや、まだだよ朝日。まだ勝負はついていない。その通りだ。この勝負まだ決着はついていない。秋葉原自警団参上。参上。ちっ、こいつらしぶといな。朝日、さすがに私たちも戦わせてもらうわ。まさに総力戦だな。でも勝てるかな。私たちもうボロボロだよ。少し不安。来る、近づいてくるっち。ピン君、どうしたんですか。相手は4人、合格よ。それに俺たちはまだまだ戦える。確かに我々の方が少し不利な状況のようだ。だが諸君らは大きな勘違いをしているようだな。勘違いですって。我々秋葉原自警団は4人ではない。諸君らに新メンバーを紹介しよう。マジかよ。なんで、あんたが。紹介しよう。秋葉原自警団5人目のメンバー、星野咲希くん。みんな久しぶり。咲希。おい、何の冗談だよ。笑えない冗談はやめてくれよ。嘘ですよね。なんで、なんであんたがそこにいんのよ。なあ咲、どうしてなんだ。俺たちはお前の帰りを。何か言ってくれよ。自己紹介は不要のようだな。各員、戦闘配備だ。あなたの妄想、受け負います。お、あなた方、ご案内いたしましょう。夢より素敵な妄想の世界へ。カノン、どういうことだよ。総員に告ぐ、今すぐここから撤退だ。団長、私もうダメ。私もう、どういうことか説明しなさいよ。みんな大丈夫か。
俺も、もう。いや、まだだ。よく頑張った。ちょっとだけおねんねしてな。みんな。私は、たくさんの妄想を請け負いました。そこに、私の意志はありませんでした。それこそが、私の存在理由でしたから。私は、どうして生まれたのでしょうか。私は、生まれてもよかったのでしょうか。その問いに、意味はないのかもしれません。ですが、せめてもの自己肯定をさせてください。どうか、あの選択を後悔しないでください。素敵な明日を過ごしてください。それが、私の生まれた理由になれば、幸いです。この街の片隅で、私は願っています。